こういうわけで本日はこちら中野駅から徒歩7、8分、タンタンタイガーさんにやってまいります。というわけで、だんだん暑くなってきたこの時期、やっぱり食べたくなるものはちょっとピリ辛の食べ物ですよね。そんな中、辛さとしびれのバランスの取れた刺激的で本格的な一杯がいただけるというこちらのお店、果たしてどんな担々麺いただけるのか楽しみですね。それで今日も行けてこーね。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、こちらのタンタンタイガーさん、やっぱりね、タイガーというだけあって黒と黄色を基調、いや黄色の部分どこにあるの。というわけで店内はこんな感じでね、黒を基調とした感じでスタイリッシュにまとまって、あ、表結構小雨が降ってたんでレンズが濡れてますね。それでは現場の竹中さん、ほいほい、こちら現場の俺が竹中だ。はい、というわけでこちらが汁なし担々麺の大盛りに温泉卵トッピング。到着した瞬間に香ばしいね、山椒の香りがたまりませんね。それでは早速いただいてみましょう。はい、それではこちらの麺、中太のちょっと縮れたタイプの麺ですね。麺のもちもちとした食感とともにね、ごまペーストの香ばしい風味が口の中に広がって、後からちょっとしたピリ辛が追いかけてくるといった感じで、いやこれは本当に美味しい。出ましたね、オイシャスタイガーですよ、これは。はい、それでは早速こちら温泉卵を崩していただきたいと思います。いや、こちらね、器が大きいんでね、何の気兼ねもなく思いっきり混ぜられるっていうのがね、ありがたいですよね。ごまペーストとね、卵が口の中で混ざり合ってよりマイルドになった印象なんですけれども、これは止まんないですね。あ、で、後からね、山椒のピリ辛、しびれる辛さが追いかけてきますね。これは癖になる味わいだと思います。それではこちら黒酢を投入してみたいと思います。黒酢独特のマイルドな酸味がね、こちらのピリ辛担々麺によく合ってますね。はい、それではこちら余ったタレにライスを投入してみたいと思います。エビの香ばしい風味なんかも感じることができて、いやこれは最高ですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、
というわけでいただいてきましたけれども、刺激的なしびれや辛さは美味しさのアクセントとして存在しつつ、ごまペーストや干しエビの香ばしさなんかが味の土台を占めてるなっていう、そういった担々麺でしたね。いや、こんくらいの辛さやしびれなんかは女性の方とか好きそうな味なんじゃないかななんて思ったりしました。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので合わせて見てみてください。以上、こちらタンタンタイガーさんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ